はい、どうもこんにちは。今日はですね、ちょっと、はい、リクエストありました。アニーさんの餌やりでございます。ただですね、今回ですね、ちょっともう、うち結構マウスがもう寿命来てるんですよ。で、ちょっと、アニーさん上に行こうとしてるんで、これも乗けて、ちょっと手早く、はい、やろうかなと思います。で、マウスはちょっと、もう、本当に寿命ですね。結構、病気にかかったり、ちょっと脱腸したりとかですね、出産の負担で、かなり体力が衰退しておりまして、まあ本当に寿命っすね。もう1年になるんで、それぐらいです。ではですね、もうやっていきます。はい。やっていきます。やっていきますけど、ちょっとこのマウス、ごめんなさい。手ぶれ激しくなりますけど、手で持ちます。アニーさんのいるところがちょっと高い。あ、そこはダメ。危ない。ごめんなさいね。今、結構揺れたんですけど。はい、はい、はい、はい。気づいて。はい。ほら。ほら。気づかない？食べ。このマウスはですね、こちら、ちょっと見て分かりづらいんですけれども、出産の負担でですね、中の内臓が、臓器がですね、お尻から、出ているような病気にかかっております。なのでですね、もうちょっと気づいたら結構出血してて、こんな感じでちょっと弱っておりました。で、まだもう一匹もですね、もう病気になってちょっと弱ってて体の方から出血している子がおります。なので最初に来たマウスでミスターブラウン以外は全部ですねちょっと、お亡くなりになりました。いや亡くなってはないんですけれども、ちょっと病気になってですね出産もしなくなりました。でやっぱり出産ばっかりさせてるとですね体の方も弱ってきますし体力の低下もしてくるので、こういうことはなると思います。ってか、なると言っております。で、あとはですね、出産でやっぱりちょっと、人間でいう G みたいな感じでですね、この子の場合はですね、こちらの方がですね、内臓っていうか臓器が、体から出て、それを他のマウスに、かじられて、そこからちょっと雑菌が入ったりとかして、体力が低下したり弱ったりして出血と起こしておりました。でちなみに餌のやる前に測っておりましたが、重さは 30g になります。ですね、やっぱりヘビもね、マウス以外に食べるものがないですので、コーンスネークとかでしたら、カエルとかトカゲを食べるわけではないですので、もう餌はこれぐらいですね。ヘビ飼う方でちょっと多分やっぱり悩まれると思うのが、餌用の冷凍マウスとかですね。あれの保管とかストックとか、そういった点でやっぱり悩まれると思います。ちなみにこちらの方はですね、今日の夜、深夜の1時ぐらいにやりましたね。冷凍じゃないよ。20g のマウス2匹分、合計 40g ですね。マウス 40g 分の糞でございます。こういった感じでやっております。で、こちらのマウスは、先ほど言いましたが、30g ですね。ちょっと、扉の方を閉めようかと思ったんだけど、上から撮影しておきましょうか。はい。結構、でかいな。で、サイズアップはさせてます。アニーさんの餌をサイズアップさせました。1ヶ月前ぐらいかな。まあ、20g 台だったのが、1ヶ月、もっと前か。20g 台だったのを30g 台だまでに、
サイズアップさせておりますので、30g はなんとか食べれるぐらいです。ただし、35g とかになると、ちょっときついかなっていう感じはしますね。30g ですと問題なく、捕食しておりますので、これぐらい、だいたい飼育1年半、まあ、フルアダルトに近づいてきたぐらいの個体でしたら、30g マウスぐらいは食べると思います。冷凍マウスで 30g って、どんなサイズかは知りません。アダルト M かアダルト L とかあると思いますけれども、まあそれはネットをちょっと参考にしてみたら、いいと思います。まあ今のところ長さが約1メーター10センチぐらいですね。なんとか 30g サイズは、食べきることができました。だいたいこれぐらいですね。30g サイズが今の兄さんの限度と思ってもいいぐらいだと思います。っていうか、まあ限度ですね。ちょっとこれ以上になると、さすがにやっぱり厳しいです。はい。大きさ的にも。ちょっとね、光の加減でいいのが取れない。20g 台は問題なく食べれます。まあ 30g 超えるようになってくると、ちょっと苦しいかなっていう感じはしますけれども、今の感じを見ますと、まあもう 35g ギリギリいけるような感じではありますね。ただそれ以上になると厳しい大きさとなります。さてさて、顎を戻す瞬間が取れるかな。ヘビね、顎戻すんで、その瞬間が取れたらいいなとは思ってるんですけれども、やらないですね。ちょっと閉めます。はい。これ開けてるんで、いつもの場所から、とんずらされるんで。で、兄さんね、餌の食べた後は、パネルヒーターも断トツも両方つけてますね。それ以外の時はどちらか一方です。なんとか食べきることができました。現在あそこら辺ですね。カメラの中央のところ。ここら辺ですね。はい。この辺か。この辺にありますね、マウスが。それをどんどんお腹の方に運んでいるっていう感じでございます。まあちょっとね、やっぱりヘビはマウス食べるもんです。まあそれは仕方がないことでございますが、まあマウス以外のやつとしましたら、人工のマウス用、マウスのソーセージがあります。マウス肉 100% で作った、あのソーセージですね。レップミールっていう、まあ要は人間でいう豚とか牛のあのやつと同じようにマウスだけで作った、マウス肉とだけで作ったソーセージ、ヘビ用のがありますけれども、ちょっとねコストも高いしサイズ的な問題もあると思うので、やっぱり結局ヘビ飼育するんでしたらもう冷凍マウスもしくは、イケマウス与えるのが一番高効率で、栄養吸収も完全栄養食と言われてますぐらいのものなので、そういったものを与えていくのが一番良いかとは思いますというか、一番良いです。
はい、それではこの辺でちょっとね、最初の方はかなり食べるか食べないかちょっと一応あれだったので、あんな感じになりましたけれども、はい、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。